はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるドマサガ2ということで、今回はアマゾネスエカテリーナ皇帝でやっていきます。で、前回でノーマットの女性が皇帝になって、ちょっと誰入れたっけ、フリーメイジの女性でしょ、あとはインペリアルガードの女性、あと最後族入れて、あれあと誰だっけ、最後族を入れて、あと陰陽師か、陰陽師を入れた編成になってます。で、今回アマゾネス使って、イーストガード使って、インペリアルガードの男使って、軍師使って、ハンター使うということになりますので、残り額がかなり少なくなりました。まだ仲間にしてないキャラもね、まあ、いるっちゃいるんですけど、ただ最終工程用にも取っておかなきゃいけないので、ちょっと厳しいかな。これで最終工程につなげれば、まあ、全然なんとでもなるんですけど、ここから最終工程につなぐのはもうちょっとほぼ不可能なんで、次がもう人がいないんですよね。ということで、まあ、もしかしたらちょっとこの工程の代で最後になってしまうかもしれないんですけれども、まあ、それはそれでしょうがない。コッペエリア、あれ何も言わねえこれ取れる、あれ取れない、ってかヒラガがなんでいないの、あれ壊されたからかな。橋ミラマーに行こう、いる、まだ壊されてねえわ。レオンブリッジ、あ、これでヒラガがいるね。全自動人形、お、これで仲間になった、よろしく頼む。で、これ持ってける、アマゾネスの腕力ならばいけない。で、今回何をしたいかというと、ワグナス倒したい。白露城行きましょう、乗り込みます。あ、陣形揃えてない。で、エカテリーナはもう皇帝はあんまりね、武器にこだわる必要はないと分かった。あの、全てのレベルが高いから引き継いでるからね。で、グリーンリーパーがちょっと弱いんで弓を揃えたいんだけど、で、パンプクはアークサンダーをちょっと覚えました。合成術ですね。エカテリーナも合成術は覚えさせたけど、お、いいね、結構強い。周りにもダメージが当たるのがいいな。速攻陣アマゾンストライク、これでいこう。で、エカテリーナは2つ覚えたんだよね。まず熱風、これが全体だから、後ろのやつ効かないよね、多分。で、後ろのやつは効かないから、アークサンダーで後ろのやつを狙おう。まひるとこだった。どうだ、弱え、あれか、魔力がなさすぎるのか。レベル自体はそんなに低くないと思うんだけどな。魔力15ってどうなの。まあいいや、こいつ術に向いてないっていうか、腕力14しかねえじゃねえかよ。体力が高いのか、器用さ、体力、剣あんまり活かせなさそうだな。ノーマットよりさ低くね。エカテリーナという人が腕力低いのかな。稲妻好き、杖、ビーストスレイヤー、音速剣、固定敵がいる。あなたがワグナス、違うよ。ブラックレギオン3体、スイッチを使うか、どうしよう、アロレにしよう。あ、間違えた、月光になった。アークサンダー、アークサンダーは使える、かなり攻撃も高いし、周りにも一応ダメージ通るし。音速剣からなんか残響剣かなんか覚えなかったっけ。って弱え、弓が弱いんだよ。だから
ワグナス。本番はこれから。城が消えた。で、チョントン城の上空に来てるんで、これをシカパ山から行かなきゃいけないのかな。人力風起こしがないんで。以前来た詩人さんがチカパ山のイリスであった。5つの楽器のハーモニーでイリスの心を和ませたと。で、北へ向かったと。まあ、このイベントを進めていきましょう。で、若干厄介なのがコムーと子供。行きましょう。泣いてるところへ行けば正解。交流拳覚えた。これ幻獣拳の固有技ね。この奥かな。いたな、ダッグ。そう、こいつが厄介なんだよね。回復させよう。勝負だ。奥へ行かせてくれ。虫けらの分際でダンターグ。何百人いたんだ。100年経てばさ、対等に扱ってくれるのかな。これダンターグまだ弱い。ダンターグだ。よしよしよし。どっちがいい。千切りと交流拳両方試そう。で、稲妻好きはコスパがいいんだよね。で、ここは無無剣でしょ。こいつどうしよう。ビーストスレイヤーかな。ちょっと弓やっぱり弱いよな。で、アークサンダル行こう。1800、1800、800。見つけ。いた。700も食らうか。一応特攻になってる。ビーストなんだ。交流拳使ってみよう。で、これは結構でかいだな。グランドスラム最後に来る。1035。千切りの方が全然強いわ。300耐えられっかな。痛い。ゴー、キリキリ。次なんか食らったら死ぬな俺。結構だな。皇帝が若干体力はあるか。くらえ。串刺し1人。大丈夫。稲妻好きも1200当たる。いい感じに回復ができた。回復に回そうかな。千切り、稲妻、前衛が倒れるとちょっとやばいんで、こいつ。いや、さすがにダンタークはタフだな。これ3人食らうのか。スタンした。カードがちょっとやばい。傷薬でちょびっと回復しよう。高級傷薬そんなに数がないんだよね。ぶちかましいったー。クフを貫通した。最悪負ける可能性がある。これ陣形効果今ない。肯定だな。最優先事項。グランドスラム、これで回復して、千切り、これで倒せないと厳しい。うーわーと、これは押し切るしかない。串刺しでどっちか死ぬ。皇帝が死んだか。
いや無理だ、強い。最後の無限、うおーやられた。これは詰んだ、無理だ、もうこっから先は無理。いやーやるなー。というわけでもうこの人たち全て使い尽くしたんで、継承だけしておこう。先帝の無念を晴らすことはできない。いやーちょっと反省点としては、まあ、武器を収集したところは良かったんだけど、最初しか組んでなかったんで、きちんと年代ジャンプとか全て組まないとこれきついね。1クラス1回は。あとね、防具もちゃんと作っていった方がいいと思う。もうちょっとね、前の工程でもうどんどん仕込んでいかないと先が厳しいということが分かりました。ただね、戦闘回数が起こると年代ジャンプが起こる可能性が高くなっちゃうんで、まあ、そこのバランスをどうやって取っていくかというところですね。まあそんなわけで、ちょっと1クラス1回限りのロマサガ2最終工程、嫁さんが出る前に終わってしまいましたけど、終わってしまいましたけれども、一応次からはゆるい条件でやっていきたいと思います。というわけで、1クラス1回限り使えるロマサガ2シーズンファイナルやっていきたいと思います。シーズン1とね、シーズン2は積んでしまったんで、今回シーズン3になるんですけれども、シーズン3でね、ちょっとファイナルシーズンとしたいと思います。で、一応シーズンファイナルのルールっていうか、まあ、進め方とかなんですけれども、まず最終ゴールは、まあ、もちろん七英雄を倒して、このゲームをクリアするということなんですけれども、まあ、そもそもですね、最終工程の嫁が出現すればもう勝ち確なんですよ。もう嫁さえ出ちゃえば年代ジャンプがなくなるんで、もう嫁の世代で、終わらせることができればもう全然勝ち確なんで、まずはやっぱり最終工程である嫁を出すと。で、嫁を出すためには七英雄を5人倒さなきゃいけない。で、今まではもうやっぱりね、七英雄を全然倒してきてなかったんで、今回は七英雄を倒すことをメインに進めていきたいと思います。で、ただ七英雄を倒すっていう目的だけだと全然パーティーがね強くならないんですけども、今回に関しては、まあ、シーズンファイナルということで強くてニューゲームで始めてます。なので、マスターレベルを引き継いでます。最初からね強い状況で、マスターレベルっていうのは各キャラクターの得意なものしか引き継がないんで、ジェラールに関してはね得意なものがないんで全部弱い状況になってます。ただ、強くてニューゲームでもマスターレベルは引き継ぐんですけれども、ヒットポイントとかはね引き継がないんで、そこら辺はしっかり鍛えていかないと、まあ、いけないというのと、で、あと引き継ぐのは武器とか引き継いでます。今は初期装備なんで持ってないんですけれども、倉庫に全部ぶっ込まれてるん で武器は大丈夫で、防具を全然鍛えてなかったんで、やっぱり今回は防具も鍛えていきたいと思います。で、金も引き継ぐんですけど、金はね割と使っちゃったんでそんなに残ってなかったはず。で、200万くらいはあんのかなっていう感じで、あともう一つ重要なのが、七英雄を倒すということで、まあ一番重要なのが本当にジェラール時代で目標としてはノエルとロックブーケ、七英雄を2人倒すこと、これをまずは目標にやっていきたいと思います。まあ、そんなわけで、とりあえずですね、まあ、次回は、ジェラール皇帝、まあ、1皇帝できれば1回で1回ってその動画1本ねで収めていきたいと思いますので、まあ、今回は、まあ、プレイ方針、ファイナルシーズンのプレイ方針をお伝えして、で、次回はジェラール皇帝、まあ、レオンから始まるんですけれども、からやっていきたいと思いますので、では今回はシーズン2終了してファイナルシーズンに突入したということで、
終了させていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。